初めまして。僕は。出たな、なんだ。どうだ、え？何？何を俺見てさ、そんな驚いた顔してお前。サイコロ落ちたぞお前。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。あ、ねだ。誰かに呼ばれてる気がする。誰で？あ、ようやく開いたな、この時計。懐中時計。こいつか呼ばれてる気がするって、こいつのことかい。この、いかにもマイヤっぽい感じ。こんな風に、一日ずつ辿っていけば、きっと望む未来に辿り着ける。あ、なんか、平行世界出来上がってる。上のルートが出来上がっとんやな、これ。この、撃ち殺さんで済んだような未来が。昨日のことは、もう変えられないよ。ほう。二日目だった。一日目突破したで、一日経ったんか、これ。次の日。所持品に格納された懐中時計をつかみ、トリガーを押すことで記憶の部屋へ。あ、いつでも行けるとこがあそこに。あの空間に。そう来たか。で、過去のお時間に戻ることができる。マジで？自由なタイミングで過去行けるんじゃ。へぇ。まあ、行く必要ないけどな、今は。この、なんだかこれだ、二日目。二日目に用があるんじゃ。あ、いいニュースがあるなの。リリー、今日も可愛いね。朝から元気いっぱいだ。誰に似たんだろう。誰に似たんだろうな。マイヤってこういう性格だったかな。局長が管理局に戻ったよ。ああ、恩師が。前回マイヤのことを恩師を前もや恩師イコールマイヤみたいなことをばっかり言ったけどさ、違うよな。本当に。そうか、なんか疑い取ったけんさ、そこに向かっとったよな。誰だ？そういや、おったな。なんか博士と会おうと思ってた人がいるみたいな感じのこと言おったもんな。言おったっていうか、物の過去見たらさ、そんな人出てきたんよな。誰なんか全然わからんけど。そうやな。他に怪しい人っていうのは、見て見て。何？入室記録の復元に成功したの。技術部の人が頑張ったのよ。8時ってことはあれか。そうじゃ、昨日犯あの殺されるあたりでちょっと会う人がおったみたいな話あったもんな。この人か。昨日の午前0時から8時の間、博士のラボに入室しているのはこのケイスって人だけ。確かこれ登場人物欄で見たな。ケイス遠崎だったっけな。そんな名前の人がおるんよ。声がすごい渋い人がおるんよ。なの？だから局長への疑いも軽くなったのよ。なるほど。意外にも関係してそうなっていう人がおるみたいな感じな。時間帯的に監視付きでホテルにいるのよ。なるほど、ホテルに会いに行くっていうルートもあるんか。いやー、今日はどう捜査を進めよう。え、その辺を俺に一任してくれるんか、プレイヤーに。まずかな。こう流れから言ったら管理局オアホテルって感じなんだろうな。でも俺は恩師に会いに行きたいな。美人な恩師にな。リリー、そう思うだろ。あ、ここからか。じゃあさっきケース遠崎の方行くんか。こんにちはーみたいな。ポーズが錦鯉のポーニーチワーみたいな感じだったの。オッケー。あれ、二人どこ、マイヤーともかく
ノエルどこ行ったんだろう。ノエル何やってるんだろうな。ああ、さっき出かけたか。寝顔が見えるかなってちょっと思っとったわ。さっき起きて何かが落ちた音みたいだ。おノエルともう一度ちゃんと話したかったな。何今の音。ノエルの部屋、テツコの部屋みたいな感じに出てる。入れはせんのじゃ。オッケー、じゃあ行くしかないか。じゃあこっちやな。さあで2日目は何が起きるかなという状況で、いやあ、切ない気づきだよ。疲れたな。ああ、ゆでは、え？指輪銃ってさ、一日にももらんかったっけ？ああ、そうよな。腕輪に、あ、そうか、指輪はないけど、腕輪の方の拳銃があるもんな。そんな話だったわ。操作は順調？制御装置の具合はどう？それ、管理局の依頼で最近博士が最終調整をしてらしいの。ある意味、あの人の遺品ね。確かに。まあ何にせよ、エントランスかな。ホテルってまだ行ったことないんちゃうかな。新キャラクターと会うことになるんやな。みんな結構声渋いダンディーなおじさまには会いに行くよ。そういうイケオジってやつかな。いわゆるイケオジってやつ好きな人多いかもしれん。あれ、ノエルおるで。ここにノエル、こんなとこおったんじゃ。おいノエル、近づきすぎた。ノエル、検査を待ってるだけだよ。会話デッキが、会話デッキあるわ。よかった。よかった。会話をやめるって、目の前に会話をやめるって、これだけかと思ったらさ、隣にちゃんとあるわ、これ。テイキケースの話。今日は検査の日だったんだね。体調は問題ない？なんともないよ。嘘なの。ノエルはお薬ちゃんと飲まないから、最近頭が痛そうなの。薬はちゃんと飲みなさいよ。薬を飲めないなんて子供じゃないなし。わあ、リリーって思ってさ、顔向き見てない。えらい近くにおる。カップルの距離じゃん、お前。リリー、お前。顔キャップルの機会や、お前。わあ、あれ、会話できる増えた。ノエルの量子干渉能力と3年前の博士の実験。わあ、博士の実験気になるな。ノエル、3年前の実験のことを少し教えてほしいんだ。プリンアートしたらかなり知っておきたいところ。僕は実験を止めたかった。ああ、あの人は僕の言うことを聞いてくれなくて、どうしてあんな風になったのかわからない。ずっと優しかったのに。あ、別に優しい人なんやな。基本的に優しかった人なのに、あの時はなんか凶暴だった感じ。あの人は僕らを利用してたんだ。どうなんだろうな。何か訳あってやむなくやったって可能性もあるよ。最後まで信じてたのに。どんな実験やったんだろう、結局のところ。干渉能力の話も聞きたい。ノエルは拡張無から常に干渉を受けてしまうんだよね。あれはノエルの能力が元になったシステムだから。 あそうなんじゃ。違う、あれは僕の母親の。僕と同じものが見えたから。あ、お母さんの能力なんで、拡張無。そうだったんだ。仮の夢を作り出すみたいな。薬はちゃんと能力があったんかな。体調も良くなるはずだよ。僕は拡張無の中で探し物をしてるんだ。なんだい？早く見つけないと。探し物は何ですか？見つけにくいものですか？行ってみたいと思いませんか？昨日はごめん。あ、ちゃんと謝ってくれて、エライゾノエル。リリーと騒がしくしないでよ。じゃあ。おーい。捜査頑張って。
わかりました。騒がしく せんでおくわお前。さてホテルってどこなんだ。まだ動けんぞ。オッケー、ゴー。はい。ホテル、あ、正面あるで。わかりやすくてよろしい。あ、これでポン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 止めるような VR ならではの移動法。で、おいロビー来た。すんなり会えるかな。端末を呼び出してみよう。オッケー、端末あれやね。ちょうどこれ、あーちょっと待って、あの女ここにおったんじゃ。あの女さりげなくあいつの姿見てしまったぞ。おっしゃ、な、何せよ呼び合わなあかんのな。端末、これで。お部屋の番号は201なのよ。この端末から呼び出せるなの。なぜ知ってるんだ。いつの間にって感じやな。部屋にはいないみたいだ。あ、おらんのじゃ。うん、待って、監視情報を見てみるなの。それは割と犯罪じゃないですか。リリー。離れてないはずなのよ。うん。どこにいるんだろう、うん、もしかしたらラウンジにいるのかもしれない。ラウンジね。エレベーターで行けるのよ。オッケー、めっちゃ教えてくれるで。ありがとうな。リリーの頭をなでなでするといい考えが浮かぶかもしれないなの。そうか、一級さん的な感じなら、ポク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 チーン。今夜は春巻きを食べます。春はリリーのことなでなでできて嬉しい。嬉しい。もう一家に一台リリー欲しいな。これなんだい。エレベーターがどうのこの前にこいつ気になるんじゃ。近づくのは危険なのよ。また撃たれるかも。めっちゃ警戒してる。でも俺は近づいちゃうもんね。暴走 ?6 日、この7日間っていうリミットのことも知っとんじゃ。集中してるみたいだ。全然こちらに気づかない。今だったら間近で見ても怒られねえ。行くか。あ、ラウンジは地下なんだよな。よっしゃ、行くぜ。おるかな、ラウンジ。似たような部屋が続いてるが。はい、お疲れ。警備中です。はい、お疲れ、お疲れ。あ、監視してくれようなんやな。おるってことか、こっち。来た。あー、おしゃれなところやな。カフェみたいな感じか。おるなあ、リリー。探してくれよ、おる。ハル、怪しいおじさんいたなの。おる。オッケー、よくやった。うん、お前さん、俺を探してたのか。なんかサイクロンの音聞こえてきたな、カチカチあって。あ、いくす持っとったもんな、なんかで、ね、PV で見たっけな。あの、はじめまして。僕は。出たな、なんだ。どうだ、え、なに何を俺見てさ、そんな驚いた顔してお前。サイコロ落ちたぞ、お前。おじさん、すごくびっくりしてるなの。大概びっくりしてるな。お前、初対面からいきなり、はぁって言われたら、どういう反応すればいい。動揺してるのか。僕の ID はパブリックです。
確認してください。拾い直してあれ、この人左手義手なんやな。はじめまして、僕はハルサイオン。冷静になってコーヒー入れようとしてる。あなたは外からの旅行者、ケース遠崎さんですね。旅行者か。はじめましてか。なるほど。え、なんだ、ハルが合わせとるだけで会ったことはあるんか。忙しいからそこに座ってちょっと待っとろ。忙しいだってコーヒー入れてるだけですよ。なんでマグカップ2つあるんだよ。とりあえず座って待とう。誰と飲むつもりなんだよ。飲み物はいまいちでな。そうな。どうした？これは紅茶の香りなの。あー、紅茶派か。俺紅茶ほとんど飲まん、ほとんどっていうか全然飲まんけんな。コーヒー一択なんよ、ホットといえば。すごいな、おちびちゃん。リリーはおちびじゃないの。失礼なおじさんなの。ダンディズム聞かせてるね。これを嗅ぎ分けられるんだな。ナナ、リリーすごいでしょ。春もよくお茶を入れるから、ちゃんとラーニングしてるのよ。おー、匂いに対しての学習しとんやんじゃん。お茶をよく入れるか。何がおかしいんですか。天然の茶葉も貴重なこの時代に同じ趣味の人間に会える。ああ、そうなんじゃ。結構物資不足な感じなんじゃ。どう思うか。ティータイムと行こう。お前さんもつけ。ずいぶん余裕があるな。観察官を警戒している様子はないし。確かに誰と飲むんかと思ったら俺の分入れてくれよったんやな。最初の動揺は何だったんだ。やっぱり会ったことがあるんだろう、ハルト。おう、紅茶って感じ、色が。いや、それはトマトスープだとか言われたらどうしよう。変なおじさん、お茶が好きなのに猫舌なの。わかる、俺コーヒー好きやけど猫舌やもん。わいとさ、みんなが飲めるような温度でも飲めんかったりするけどな。この辛さがわかるんだろう、おちびちゃんには。だから、おちびちゃん。腕ぐるぐるリリーいた。正面から見たい。正面から見たかったな。なんだ、もう呪文か。せっかくうまいお茶を用意したのに。いまいちって言わんかったか。外の人が来るのは珍しい。都市から都市への移動は危険だし、最近はゲートを開く許可がなかなか下りない。おお、そういう世界観ね。最近のことは知らないな。じゃあいつのことだったら知ってんだよ。俺はナイトフォールが起こるずっと前から旅暮らしだ。はあ。それなりにつてもあるし、どの町でも歓迎されてる。そりゃ何年ぶりだな、みたいなこと言おってもんな。なんかで。今じゃみんなドームに閉じこもって、外に出るやつもいないだろう。はあ。外の世界がスラムとかそういう感じになっとんだったらなおさらな、ここの住民は。俺みたいに防護服を着てフラフラ歩き回るやつも必要なんだ。どういう立場なんだろうな、旅人って言われても。旅しながら何しょんだろう。あ、そうそう。この町に何で来たかだったな。そうだよ。でも博士に会いに来たんちゃうん。あの過去の回想からしてさ。俺はアルバートに会いに来たんだ。だよな。この都市で行われている実験について直接話を聞くためにな。その話俺も気になるね。お前さんは3年前の実験の当事者だったんじゃないか。おう、やっぱ分かっとんで、こっちのこと。どうしてそれを。お前たち変異体は人目につく。アルバートとは話せなかったが、こうしてお前さんには会えたし。ぜひ3年前の事故について聞かせてもらえると嬉しいね。どうなんだろう、3年前の事故のこと忘れとんよな、ハル。それは今回の件とは関係ない。はぐらかした。関係ない？本当にそうか。僕は博士の殺された事件の捜査のためにここに来たんだ。だろう。それなら無関係なわけがないよな。うん、何か知ってるな、この人は。どういうことです。聞いているのは俺の方だぞ。なかなかちょっと尻尾をつかませてくれないような喋り方だね。何ですか。俺は3年前の実験のことで知っていることを話す。はい。
俺は事件のことで聞かれたことに何でも答える。交換条件だ。どんどん物語がわわ、まあ、この物語がいいなっていう感じだな。質問に答えてくれれば僕が覚えていることを話します。でもどこまで覚えてるのかな、ハル。3年前のこと、あんま覚えてなさそうな気がするけど、ダンディズムがなんか渋いな、この人。やっぱ人気でそう、女性からの人気でそう。始めよう。リリー、記録を取って。おっと、なんからしくなってきたぞ。頼むよリリー、変な字で書かんといてよ。こんな見てて実は字が汚いとか言われたらなんかええってなるぞ。お前起きた。まず関係から聞こうじゃないか。ラムファード博士とはご友人ですか？ああ、古い知り合いだ。しばらく会っていなかったが。ああ、私は頼まれて遺跡を調査したり、手に入れた遺物を調べてもらったりしていた。なんか調査員なんかな、この人。で、訪問理由。今回もそれ関係みたいなところあるんかな。あなたは、8時に博士の家に行きましたね。ああ。俺は一昨日の深夜にこの都市に来たんだが、うん、8時にアルバートと会う約束があってな。家に着いたのはその5分前だ。はいはい。この町の人間は本当に不用心だな。玄関は鍵もかかっていなかったし。田舎の方の町かって感じやな。ずっと軽犯罪もない町だった。鍵をかける習慣がないんです。軽犯罪すらなかったやなマジか、そこまで。アスラムクローズ、そこまで犯罪に対しての警戒心ないんじゃ。博士に尋ねた理由は何ですか？近況を聞きに来たくらいだよ。そんなだけで来るか？長いこと会わなかったが、ちょうど近くに来たんだな。なんかもっと大きいことあるんじゃん。ほんまにか？そう程度か？なんで紅茶のことについて、なんでここに来て紅茶のことについてちょっと気になっとんだろう、お前。天然の茶葉は都市の周辺では手に入らない希少品ですよね。ああそうだ、プラントで取られたやつとは香りが違うだろう。ほう、結構遠くから来とんじゃん。特別に譲ってもらっているんだ関係ないね。でも事件とはダウンの関係もなさそうだねなんで聞いたん？気に入ったか、ハル。博士の家のところの訪問時の状況。昨日博士の家で何があったか教えてください。何があったも何もな。約束の時間の少し前に行ったらアルバートは出てこなかった。ああ。俺は約束の時間までホールで待つことにした。はいはい。ラボの入り口は8時に自動解除するようになってるのか。ラボ前の椅子に座って待ってたら8時ぴったりにドアが解除されて、アルバートが中にいるかと思って声をかけながらドアを開いた。はいはい。室内の様子は荒らされた様子はありましたか？もうその頃にはもう博士殺されとんよな。いなかったよ。ラボは荒らされてもいなかった。あれ違ったっけ？8時の時点ではまだ何もなってなかった。これを見てください。そんなことなかったよな。博士の死亡時刻は午前0時から8時の間だったと考えられています。そうじゃもんな。この時間ラボに入ったのはあなただけでした。そうよ、だから俺がここにいた。なるほど、それで俺が疑われてるんだな。仕方ないよな、疑われる。一人だけやもん。だが別の場所で殺害された後ラボに運ばれた可能性もあるだろう。あ、それはそうか。よくあるパターンな、コナンとかでも。現場をここだと、現場がここで、殺害現場がここだと思わせるような、そういうアルバイトリックよくあるような。でもあの血はかしっぷりやけんな。もしそれをやったらめちゃくちゃ用意周到やな。それはありえません。なかったわ。されたことは現場の血痕からもほぼ確実です。もう確実って言ってええやな、つまり、うん、その話ぶりだと俺がアルバートを殺したと疑われているんだな。そもそも遺体も見つかっていないのに犯人も何もないと思うが。あ、そうじゃ。結局遺体の回路の情報の話はどうなんだろう。発信源はどこかっていうことでさ、そこに行くみたいな話全く出てこんけど。悔しいけどおじさんの言う通りなの。年を食うのも悪いことばかりじゃない。
ああ、こういう時に慌てなくて済むからな。うん、ほんまダンディーなおじさんが言いそうなセリフ言ってくれよな。それが大人の余裕ってやつやな。この人が一番怪しいことに変わりはない。状況的にはね。この人が犯人だったら、博士を殺害した後、すぐ都市の外に出た方が良かったんじゃないか。ごもっとも。それとも、この都市に留まらなきゃならない理由がこの人にはある。まあ。冷めてしまったな。あ、確かに湯気なくなってる。気づいたら確かに湯気なくなってるわ。何チンしてくるん。あ、待って、ずっと持ち歩いていそうなものに触れてみようか。勝手に触れちゃおうぜ。手袋。何か記憶が見えるかも。さあ、何が見えてくる。ここで裸の女性とか出てきたらどうしよう。やばい、二人で抗議してるところが見えちゃうみたいな。あれ、おじさん、防護グローブは。いきなり春出てきたし。開幕小さい頃の春出てきたわ、お前。もう完全にアトロでない、お前。うん、ここに持ってる。それが今のやつか。記憶はここまででいい。昔来た時の記憶じゃ。ああ、まあ、なんだ。あれ、昔会った時結構仲良くしてたみたいな感じになってるね。ここにはお前と年の近い変異体もいるらしいじゃないか。もう会えたのか。何かあったらちゃんと人を頼れよ。おお、いいこと言ってくれる。おじさん、ありがとう。なるほど、ケイスさん、この時のこと覚えとったんじゃ。僕、ずっとあの家で一人で、多分今も母さんの帰りを待ってた。え？お前を探したのはアルバートの頼みでな。ああ。毎度重要人物じゃないか、だったら。確かめろ。生きていたら必ず自分の元に連れてくるようにってな。お前をここに保護しようとするのは、彼なりの罪滅ぼしだろう。お、罪を滅ぼし。もしかしてその3年前の事件の後の話か、これだけど、もしお前がどうだろう、母親の死んだこの年にいるのが辛いなら、もしかしたらその罪滅ぼしってはお母さんを死なせてしまったのも博士みたいな話だったりするか。だからせめて息子はみたいな。僕、今はまだここにいたいんだ。でも大人になったらきっとおじさんみたいに旅をするよ。そっか、バリバリ合ってる。今のは子供の頃の僕だ。あの人は昔の僕を知ってる。どうして僕にそう言わないんだ。気づかってくれたかもしれんな。こっちにもなんか調べることができるような感じのがあった。何これ、とこれでボールペンか。あ、博士の宅、博士宅来たぞ。実際に博士と話したところか。ああ、サイコロ持ってる。ケース遠ざきでやることをアピールして。あれ、これ事件当日か、先言おった5分前みたいな話の時、呼びかけたけど全然誰も出ないみたいな。鍵がかかってなかったら入っちゃったよみたいなパターンのやつだ。あ、お前博士やられてるし、ちょっと待って、また出し気が出とるし、やっちゃった、もうやっちゃったみたいな。新しいキャラ出てきた。おい、誰だお前は。
もう犯人分かってしまったね、お前。これは。やばい。犯人分かってしまった。あの人は嘘をついてる。だけど、どうしてあんな嘘を。見とんかい。殺人現場見とんじゃないよ、お前。それにラボの中にいた、あの人物は何者なんだ。新キャラだったね。いや、公式サイトの登場人物ルーザーなんで見たことあるよ。すごい見た目が俺好みの人だったら。入室パネルの記録には載っていなかった。この人が入室する午前8時まで、ラボの扉は閉ざされていたはずだ。そういえばな、開いて入れるようになった瞬間にケースさん入ったのに。どうやって入り込んだんだ。記録もなくな。ほんまに人間なのか。という感じ。まさか犯行当初の状況を見てしまったところか犯人も分かってしまった感じになってしまったのこれがディスクロニアか。どういうことなんだ。混乱してきたな。なるほど、ケースさんがなぜか犯人見たにもかかわらずそのことも全く話してくれないという、そういう情報、でっかい情報を手に入れた。聞いてみるしかないか。そして紅茶を入れ直してきてくれた。僕はレベル4の変異体です。僕はあなたの記憶を見ました。落ち着いて、まずは事件のことからだ。そうだ、主導権を握るぞ。ペンの記憶がとにかく重要だよ。これどう考えても、これこれを現場に落とした時の記憶です。なぜ嘘をついたんです。俺が何の嘘をついたって。あなたは自分が博士を訪ねた時、ラボには誰もいなかったと言った。でも僕が見た記憶の中では、あなたが訪ねた時、すでに博士は死んでいた。他にも気になる点はある。そうだ、あの女性誰だって。それはさすがにケースさんも知らんけど、知らんだろうけど、なんだあの不審者。それにあなたは現場から逃げる怪しい人物を見ているはずです。なぜ話さなかったんです。仕方ないな。確かにお前の言う通りだ。もう認めた。俺は現場から逃げるやつを見たよ。すぐに追いかけたんだが、うん、外に出たところで見失った。ああ。どうしてすぐに管理局に連絡しなかったんです。情けない話なんだが、気が動転してしまったな。嘘だそういう系ちゃうだろお前。どう考えてもそんな笑顔で言うことじゃないぞお前。そこできるってことも思い出せなかった。どれだよ。うちにニュースになって、アルバートの遺体が現場から消えてるって言うだろう。ああ。が疑われるのは分かりきってたし、言い出しづらくなってな。でもさ、殺人を犯してナイフ持っとったあの女性さ、遺体のことを目もくれずにさ去っていったで、それで遺体がなくなっとるってことはさ、殺したのはあの人でも死体を持ち出した人は別におるんかな。僕があなたが犯人ではないと証言します。異能証拠排除原則は知ってるな。科学的に証明しえない方法で取得された証拠には証拠能力がない。ああそうやな。いくら俺の記憶を見たと言っても証拠がなければ相手にされない。どうしたリーディー、これあわわわわわみたいなで、それあわわわみたいな動きなんなのリーディーまあ俺は実際やってないし、自分の無実くらい自分で証明できるさ。おう、そうよな。遺体が結局さ消えとうもんな。あなたはラボで博士の遺体を見ていますよね。この人が来た時はおあった。その後遺体がどこに消えたか心当たりはありませんか。さあな、さっきも言っただろ、俺は怪しい人物を追いかけてすぐに現場を離れたんだ。騒ぎになって戻れなかったし、うん、遺体が消えてるのもニュースで知ったくらいだ。まあ当然のような流れではある。あ、そうだ、入室管理パネル壊れとったな。そういや、事件の起きたラボの扉前の入室パネルは破壊されていました。あなたが博士を訪ねた時は壊れていませんでしたか。壊れてなかったよな、確か。壊れている様子は特になかったな。うん。発見者がラボに来た時の視覚記録でもパネルは壊れていなかった。
どうタイミングでって話やな。入出パネルはいつ壊れたんだろう。しかも入出パネルをわざわざ壊してまで入ったってことよ。グローブの記憶。あなたは以前この町に来たことがありますよね。その時僕と会っていませんか。さあどうだったかな。そっちの方がはぐらかす必要はあるって感じやけど。どこかですれ違ったことくらいはあったかもしれないが。いやバリバリ会ってくれたわ。しかも恩人みたいな感じになっとったわ。恩人そのものになっとったぞお前。局長と引き続き恩人そのものみたいな感じの会話だったぞお前。それとも本当に覚えていない。いや初めて会った時のあの反応からして覚えとるだろうって話や。幼かったとはいえ結構春ってさ小さい頃と特徴を全くそのままやけんさ。今度は俺の番だな。はい。3年前の実験について知っていることを教えてくれ。これどこまで知っとんかな春。プレイヤーも知れない情報やけど。3年前のことは何も覚えていません。はは覚えてないんかい。お前それは約束が。僕にはあの実験以前の記憶がない。もう一人の子はあの日から眠ったまま。あの実験は僕らの能力をカイロスでエミュレートするために行われた。はい。もし成功すればノーマルも粒子を観測することが可能になる。No. だけど薬の投与量を誤り実験は失敗した。そんな理由で投与量を誤るって一番重要なところじゃん。その実験体に対して外気を使うって意味で一番重要なところじゃない。僕が知ってるのはそれだけです。そんなところを謝る？当事者がこれとは呆れたな。俺の方が詳しいくらいだ。マジで？自分のことだぞ。知りたいと思わなかったのか？お前がその気になれば過去を見ることもできただろうに。能力の使用は監察官の資格を得るまで制限されていました。あなたはなぜあの実験のことをそこまで知りたがるんです？確かに別にそういう捜査をするような立場じゃないのにな。もともと調べていた理由は、まあ、ある都市の。あ、仕事を。だな。この情報を買いたがる奴がいる。え？なんかあんまり良くない組織からちょっと買いたいですって言われてるんじゃないの？これ以上は商売上の守秘義務ってことにしといてくれ。あ、重要そうだな、なんか。僕はこれで失礼します。あなたが犯人でないことは。必ず僕が証明します。だから事件が解決したら教えてください。以前あなたがこの都市に来た時のこと。残念だが過去のない人間は信頼に値しない。今のお前は透明人間みたいなものだからな。マジで透けてます？僕ま期待せずに待ってるさ。俺はここにいる。うまい紅茶を飲みたくなったらいつでも来い。全然飲んでないけどね。そもそも春紅茶派なん。そこから怪しいな。というわけで聞き込みはできたがこんな感じですって。そっさっと。あんまり進展したとは言いがたかったな。な、ちょっと待て。おい、なんか偶然目の前に止まってしまった。ラッキー。何？地下都市か。大熊に出た東京、来た。おじさんはもう何も教えてくれなさそうなの。お外に出て、他の場所にも行ってみるなの。なんか迷ったらリリに話しかければ何すればいいか教えてくれるような感じになっとる。なでなでしていいのよ。今忙しいんです。私を無視したっていう俺、あ、罪状を突きつけられた。罪状突きつけられたぞ。リリー無視罪。あ、アシュッセン、まさかこんなところで出会うとは。つかないし心配したぜ。アシュセンコースを何やってたんですか。ここに何しに。
野暮用だ野暮用。知り合いがここに泊まってるんだよ。え、まさかケイスさんと知り合いだったりする？一緒に来るか。たまには羽目を外してもいいだろう。これでラウンジに逆戻りしたらさえってなるよね。違う人よな。僕はね、なのアッシュと一緒にしないでなの。俺はちょっとその人に会ってみたいけど。別行動か。報告入れておけよ。ああそうやな、行きたかったとこだった。アッシュ戦俺も行きたい。その知り合いどんな人か見てみたい。お前が来るのを局で待ってるからな。はーい。あんなに慌ててどこに行くんだろう。気になる。少し様子がおかしかったかな。気になる。俺もそっち行っていい？なあ。